ノラドホンビル北アメリカ航空宇宙防衛司令部はアメリカ合衆国とカナダが共同で運用している連合防衛組織で北アメリカの航空や宇宙に関して観測または危険の早期発見を目的として設置されている24時間体制で人工衛星の状況の観測地球上の核ミサイル弾道ミサイルの発射警戒や戦略爆撃機の動向監視などを行っている 1958年5月、コナドを改組し設置された、シャイアンマウンテン空軍基地のノラド地下司令部入り口の核兵器シャイアンマウンテン空軍基地内の司令センター、ノラドの核フ区ンクノラドの指揮監督は、アメリカ合衆国大統領とカナダ首相が共同で行っている。司令部はコロラド州コロラドスプリングスのピーターソン空軍基地に所在する。 地下司令部がシャイアンマウンテン空軍基地にある。地域別に3個艦区が置かれており、アラスカ艦区はアラスカ州エルメンドルフ空軍基地、アメリカ本土艦区はフロリダ州ティンダル空軍基地、そしてカナダ艦区はマニトバ州ウィニペーグ空軍基地に各艦区の指揮所が所在する。歓迎的にノラドの司令官はアメリカ軍において北米地域を管轄する。 地域別統合軍であるアメリカ北方軍司令官が兼任し、副司令官はカナダ空軍の将官が務める。ノラド及びアメリカ北方軍は国土安全保障省とは直接の指揮関係はないが、どちらの機関とも常々危機管理に対して対策検討している。ハリー・シャウプ大佐、シアーズの広告この632-6681が偶然司令席ダイアルインだった。 ノーラットはクリスマスになるとノーラットドとラックスサンタとして毎年サンタクロースを追跡している。冷戦の真っ只中の1955年からコナドが開始したものを受け継ぎ2004年で50周年を迎えた。きっかけはコロラドの百貨店総合スーパーのシアーズが子供向けにサンタクロースホットラインを開設した時の広告に誤職があり誤った。 電話番号を載せてしまったことから始まる。その番号は偶然にも当時の子など、司令長官席へのホットラインで子供からの電話を受けたハリー・シャウプ大佐がレーダーで調べた結果、サンタが北極から南に向かった形跡があるとユーモアを込めて回答して以来、クリスマスの恒例行事になった。1998年から毎年クリスマスイブになるとサンタクロースの出発を レーダーで確認、その飛行を偵察衛星とイージス艦とサンタカメラネットワークで追跡し、戦闘機をカナダのユーコンからメキシコのメキシコシティまで飛ばしてアメリカの領域内にいるサンタを追跡する。これらの情報を提供するために多くの軍事スタッフや民間人職員らがボランティアとして電子メールや電話等の応対を務めている。インターネットが普及して以降は 公式サイトにてクリスマスイブの夜から行っている追跡の模様を動画を用いて中継している。2006年の日本地域の中継では新幹線や富士山と比較し速度を検証した結果、サンタクロースの速度は新幹線の100倍と言及した。サンタ追跡には多くの企業が協力しており、2004年から追跡プロジェクトに関わっていたグーグルは、 2007年から2011年にかけてノーラットの公式パートナーとして Google Earth を用いての現在位置ストリーミング表示やモバイル Google マップによる携帯端末からの位置確認などのサービスを提供。2012年はマイクロソフトを公式パートナーとして地図サービスに BinMaps を使用している。カナダ空軍では領空内でサンタをエスコートする。 CF-18 ホーネットのパイロットや整備員を毎年選出しメディアに発表している。なお、シーズン以外の公式ウェブサイトには休暇中のサンタクロース画像が表示される。ありがとうございます。